ピンポンパンポン。この動画には以上の要素が含まれています。ご理解の上視聴してくださいね。はい、毎度どうも、ゆっくり霊夢よ。ゆっくりさないです。弓使い兼解説の達也です。前回はソウルの城塞のボスと周辺のボスを討伐、その後にクソ食いを倒してもらいイベントを進めたところね。で、今回は老血湖を進んでいきましょうか。ここは湖の西側の壁沿いに洞窟があるので、まずはそこをマークしておきましょうか。お、クラゲのそばに穴が見えますね。目印にはわかりやすいわね。石鹸の鍵で開けましていいの。霊呼びの洞窟。ここもまた後でまとめて攻略するわ。それでは外に出まして、いてつく霧、ボレアリス。なんか出てきてるけど、ロックオンマーカーから察するに大きいですね。うわ、ドラゴンですか。氷結系のドラゴンってそういや初めて。ボレアリスはここの主みたいなもんで、湖一帯にかかる霧はこいつが元凶ですね。で、現在はラテナさんを狙っているみたいですが、安定のドラゴンキラーラテナ。ここはある程度段差がある場所もあるので安全に狙撃できたりもしますが、とりあえず近場に設置しております。おや、ボレアリスの攻撃でクラゲが赤に。こうなるとラテナの攻撃目標が変わったりするので、設置の際はクラゲが少ない場所等がおすすめです。いや、しかしすごい範囲してますね。凍結ブレスは場所もあってか距離を見誤りやすいので、少し余裕を持って回避がいいですかね。火山で素材を回収してきたから、火山壺も余裕ができたわね。こういうでかいの相手にはやはり効果的。後方に飛んでブレスはドラゴン強風なので特に困ることなく回避できますね。おお、ここからではさすがに致命はできませんね。ならば射抜くまでのこと。これで最後だ。やっべ、うわー、閉まらないわねー。というか体力ミリ残りじゃないですか。はい、980くらいは持っていかれますね。これでまた大龍山教会に祈祷が増えたわね。ここは凍結系です。その通り、ボレアリスの凍結ブレスですね。というわけで、凍結湖をのんびり探索。凍結湖ってだけあってか、一面真っ白ねー。ボレアリスがいると、ここはさらに霧で覆われて探索どころじゃないんですよ。そりゃ確かに先に退治した方がいいですね。とはいえ、ここは広さこそあるものの、そこまで大したものはなかったはずですが。
クラゲくらいで敵もいないのねー。いやー、厄介なのがいますよ。と言いますと？ほら、あそこに。あ、それは確かに厄介なやつだわ。ここで拾うべきアイテムはこちら。模食掘りの鈴玉さん。最近、鉱石系の鈴玉も鉱山以外の場所で入手が増えてきたわね。そして聖杯の雫。で、今の場所が第一マリカ教会か。こんなところからスタートしたんですね。場所で言うと、湖のちょうど南になります。棺桶からは安定のルーンね。そういう意味では墓あさりしてレベルアップしてるアセビトもいるわけでしょうか。ゴミあさりで強くなったみたいで嫌ねー。で、ぐるりと回ってここの風楼に戻ってくるというわけですね。なるほどねー。それでは円卓に戻ってきまして、イベント回収ってことは不足意関連ですね。あ、確かに戻ってきてます。この霊体はまだ会話がある程度できるけど、光ろうのはお話にならなかったですもんね。つまり今まで入手した苗床の呪いを地下牢のこいつの本体に対して使えってこと？そういうことですね。で、クソクイが戻ってきたことで、ローデリカさんですか？いや、ほんとこの子、才能の塊というか、最初は心が折れてた人とは思えない成長ですね。で、改めて、苗床の呪い。輪廻転生してたのを止める呪いってやつか。黄金樹に変えることができないってのですね。そや狭間の地の人からすれば恐ろしいものなんでしょうね。さて、それではまた戻ってきまして、ここはどこらになるんです？前回公約を終えた城塞近くですね。初都化をしていた場所の下あたりになります。
あ、そういえば落ちた時に鳥がいた気がするわ。なるほど、飛んでたのがあそこの木の上ですか。ここらは特殊なアイテムがあるわけではないですが、素材が地味ながらにありますね。これですか。喪食の胆石鉢。うちではもう不要の品ですが。あって困るもんじゃないですもんね。では、巨人三霊前半のダンジョンを攻略していきますか。ゴーレムが狙撃してきた橋の前にあったところね。その前に気づけばルーンの所持数が結構なことになっていたので。レベルアップでもしておきますか。今回は筋力と持久。で、ここではインプが多いので。決勝投げ屋の出番か。でもかなりこれも減りましたね。そのうち回収してこないとですねお、こんな像が。これは結構ビクッとするわ。当初はこれからブレスでも測れるかと警戒していましたね。ここも後半のダンジョンの例に漏れず、アイテム全回収でいくと20分は余裕で超えたりするので。ざっくりカット。てか、すごい深そうな昇降機。ん？はい、これでさらに下にも行けます。もはやシリーズお約束になってる二重昇降機。なんかくすぶっている壺が。あれは火山管の底にいた壺と同様で。お手軽。そして FP 吸収は、クソクイから入手したミエロスですか。ダンジョンみたいな場所だとこういう回復手段は助かるわねー。このシリーズ的には難しいですが、右手にミエロス、左手にイケニエ。一匹倒すと FP 級回復も可能に。ええやん。あ、あれは普通の壺なんですね。とても遅い。むごい。ちなみにここのダンジョンもスズランこそありますが、他には壺系のアイテムがメインなので。固有のものはないの？そこはちゃんと紹介しますのでご安心を。おや、大きいのも。ここは矢を抑えるのに。なるほど、トラップ利用か。儀式壺。個人的には割と重要なので、
これは忘れず回収していきたいですね。ちなみにここも同じ配置のマップ構成となっておりますので、道を把握しやすいように二次職責を置いておくのも効果的です。あ、確かに同じような。奥の壺もサイズが大きくなっていますね。残念ですが、この壺はここを通れないので、すっぴょ、ほんと天井が低い場所でのアローレインは凶悪ですね。迷っているであろう人のメッセが、どれだけ帰りたいんでしょうか。うっぱ、こんな狭い場所で。じゃ剣毒にして爆破しましょうね。あら、下にも壺が。先制攻撃し放題じゃない。と思うかもですが、ここが絶妙な角度で。あ、ギリギリ狙わないといけないんですね。なので。こういうのや壺で起動してから、ロックするといいですね。なんかバフをかけたわよ。あれは鉄壺の攻略。ダクソ3でいう、鉄の体ですね。ああ、動きが遅くなるけどその分硬いやつか。確かに1ヒットでのダメージが全然違いますね。火星。で、ここを降りた先にレバーがあるので、これでボスですね。正直、もっとバッサリカットしてボスまで入れようかと思いましたが、あまりにも味気なかったので、次回に続きます。ダンジョンも同じような見た目が多いから、どうしても難しいわよねー。といったところで今回はこの辺りで。豆だ豆だ。